山田哲人31.3、残り4年20億超え。こちら山田選手の成績、徐々に劣化しています。ド派手に死刑囚に片足突っ込んでんな。35歳まで5億払い続けるのか。やばいやろこれ、劣化早すぎ。なんでこんな急に壊れんねん。でも残ってもらうためにはこうするしかなかったんや。日本一にもなったし、もともと練習嫌いで有名だった YOASOBIもひどかったし、残留しても結局ボロクソ言われるのか。大好きな巨人に行った方が良かったな。週刊誌に YOASOBIを取られてたな。アスリートのくせに節制してないやつは劣化が早い。これで契約途中で巨人に行きたいとか言い出したらどうなってしまうん。2000安打間に合わないんちゃうか。1500安打すらまだやからな。このペースで行くとちょっとやばいな。プロ通算では死刑囚とまでは言えないやろ。若い頃は年俸かなり安かったわけだし、最後だけ張り切って中日再開に叩き落としててくさ。31歳って坂本2000本打ったんか。山田はどうしてこんなしなしなになってしまったんや。巨人取ってたら半端ないやおられ方と叩かれ方してそう。ご視聴ありがとうございました。